乱東京より上流片乱東京にある河川名、しめぎ乱島川は北海道小樽市西部を流れる二級河川、乱東川水系の本流である。小樽市おしょろ、けなし山の北西斜面に源を発し北流する。標高差は少なく、船取山東側に出ると流れは緩やかになる。周囲はおしょろ環状列席や地鎮山環状列席など、 戦士時代の史跡が多く残る。西へ曲がり自沈車橋を過ぎると、河川改修により拡幅された護岸になり、主吉沢川を合わせる。以降 JR 函館本線に沿って、南脇を流れ、5番坂橋付近で、旧働を分ける。すぐに、南から千し市内沢川を合わせると流量が増加し、乱闘駅の南脇を進む。 そしてさらに二級河川の持谷沢川を合わせると北へ、俺、函館本線と国道5号を越える。旧河道と再合流すると間もなく、日本海に注ぐ。川を挟んで西側にサンリバー海水浴場、東側に乱東海水浴場が広がる。流路延長 8.1km のうち、オッショロ二丁目付近より下流 4.0km が二級河川に指定されている。 河口が砂浜のため土砂が堆積し、冠水被害や魚類素状阻害を起こす恐れがあることから、河口閉塞中意河線に位置づけられている。アイヌ語の乱を島内に由来し、ラノ島内、ラ島マ内など、表記揺れがある。これは、長立命海のアイヌ古老説であり、アブタアイヌが山を越えて、当地域に入植し、子孫が南北に住み着いたという、乱を島区内とする説もある。 かつて、蘭島川本流は、川口付近において、乱島市街地を貫流するルートで、日本海へ注いでいた。洪水防止の観点から1984年に、小樽土木原業所による河川改修が開始されたが、その際に、乱島遺跡、千武市内遺跡、おしょろご遺跡、乱島餅屋沢遺跡など、多数の遺跡が発掘されている。主な出土品は上、 石器、鉄製器環状鈴製品など。その後1996年には新稼働完成に、合わせ旧蘭島川区間の整備が部分的に開始された。旧蘭島側においては、稼働変更に伴い流量が減ったため、特に夏場のヘドロや悪臭が問題となっていた。そのためおで処理を行った上で、護岸や散策炉の整備が行われている。 一方、本流側は1998年に建設省の水辺の落光プロジェクトに登録され、この制度により2年後の2000年度に河川改修が終了している。公共土木施設の維持管理基本計画アイぬ、ごちめリスト目利小樽市議会会議録平成21年、第4回定例会小樽市議会会議録平成9年、予算特別委員会小樽市議会会議録平成11年、 建設上任委員会をたる市議会会議録平成13年第2回定例会。ありがとうございます。